田中碧、試合後物議現地し、全力フォロー。第26節でデュッセルドルフはオスナブリュックに 4-0 で快勝。デュッセルドルフの田中碧のゴールセレブレーション後のイエローカードに物議を醸している地元紙、ライミシェポストは、田中は狂気により喜びがさらに増したことが、結果無意識ながら煽るように最下位チームのファンに向けて歓喜の叫びを発していることを忘れさせたのだろう。さらに、デューネ監督のコメントを紹介。アウェイスタジアムの4分の3は、ホームファンで埋まっているものだ。毎回、自分たちのファンがいる、ピッチの反対側まで走るようなことはしない。我々にできる唯一のことといえば、アウェイでの得点を少しばかり減らすことだと皮肉りながら、続けていた。気にすることもない、ドイツとスペインを沈めた時そこに、田中碧がいた。それだけ抱かってる、メンツをいじるな。この言い回し、好き。我々にできる唯一のことといえば、アウェイでの得点を少しばかり減らすことだ。それで警告なら、フェリックスどうするし、この間はさすがにおとなしくしたみたいだが、北朝鮮でやったらミサイル飛ぶかもな。青さんそのままでいいんだぜ。相手から反感を買うくらいがちょうどいい。これでビビって点が取れなくなるよりはマシ。アウェイでの点数を減らすのは、草それでも青は前線に飛び出すよ。田中への愛情を感じられる。ぜひ一部昇格を目指してほしい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いのでぜひご視聴ください。